はい、皆さん、こんにちは。アメリカでジャズギタリストをやっている伊達秀夫です。今日はですね、ブルースギター今日のフレーズ第9回目のレッスンとなります。それではチューニングから最初にやっていきましょう。432Hz のチューニングとなっています。それでは E のコードで確認してみましょう。G のコードでも確認しましょう。これが今日のフレーズとなります。今のフレーズは E の場合ですね、 E7 の場合に弾いています。キーは E になります。二小節の場合にうまくフィットするんですけれども、まあ4拍目から弾いています。4拍目、その前の小節の4拍目からスタートしています。それでですね、この場合は親指をベース弾いて、そして人差し指で中間の音を弾いていて、そして薬指で高い E の音を常に鳴らし続けています。これね、ハンマリングとそのプルオフのところは、まあ、ピッキングはしていないので、まあそこはピンチングではないんですけども、他のところはピンチングと言われる、一緒に弾く、このように一緒に弾いています。それではフレットを見ていきましょう。2フレット、そして開放弦の3弦ですね。そして3弦そのまま2フレットに行って、このようにハンマリングとプルオフ2回の形をやります。その場合は3フレット目にハンマリングして、このようにプルオフを2回、プリングオフを2回やってください。その場合に3から2、そして2から0という形、まあ0はあんまり聞こえないんですけれども、まあ形だけですね。少しだけ鳴っているような形です。ですからこのようなものを練習してみてください。そしてですね、まあベースなんですけれども、ベースとその高い音を一緒に鳴らし続けるということですね。それではですね、これをまあ A のキーに移動させてみましょう。この場合には7フレットからスタートになります。この場合は7からスタートして5、そして7、そしてここにまたこのようにハンマリングとプリングオフが2つ入るんですけれども、6にして、そしてプルオフして、プルオフをするように6から5、そして5から3にプルオフします。そしてまたこう、7に帰って、そしてまた5に戻って、そして次の弦の7フレット目で、解決します。ですね、その高い方は開放弦ではなくて、このようにバーで、押さえることになります。そしてそのバーをやる場合は555になるんですけれども、ここに3度の音が、マイナーの3度なんですけどもあるので、こうちょっと伸ばす場合は少しこう軽く上げてあげる。その時に全部上げるんではなくて、ここの音だけを上げるっていうことをやってみてください。人差し指コントロールしてですね、ここだけ上げて高い音はまあそのままっていう形を作るようにしてください。それではこの形をですね、 B に上げていきましょう。B はですね、777のまあそのバーになるんですけれども、そこにまあ親指でベースを入れて、そして9からスタート、979、そして10、
そしてまあここでプルオフが2つ入って、そしてまた戻ります。また9級に戻って7に行って9に次の弦に、リゾーブ、まあ解決します。それではですね、これを半音上げて C でやってみましょう。10フレットからスタートして8、そして10、そして11からプルオフで10に戻って、そこに8をプルオフします。そしてまた10に戻って2回弾いて、そして8に戻って10の次の弦で解決します。そして上げれる場合はこのように8フレット目の3弦だけですね、3弦だけをこう上げてください。それではこれをまあ1フレット上げて D で弾いてみましょう。このように10フレット中心の、ポジションとなります。まあバーの場合は10、10、10、そして12からスタートして10、12、10、12、そして13、そして13かプルオフで12、そしてプルオフで10、そしてまた12に2回戻って2回弾いて、そして10の12となります。それではこれを下げて G で弾いてみましょう。ここまで来るとベースを、まあ、キープするのかなり難しくなるんですけれども、まあ、3フレット目にベースを弾いて親指でベースを弾いていますけれども、そこで、5からスタートして5、3、5、そしてプロハマ、ハマを6、そしてプロオフの5、そしてプロオフの3、そしてまた5、5の3の次の弦の5となります。この場合はバーは3、3、3となって3の3弦を軽く上げています。で F なんですけど、まあベース結構難しいと思うので、まあベースなしでやってみましょう。この場合は3、1、3、そしてハンマリングを4にして、そしてまたプルオフ2、プロフをその3にして、そして3から1にプロフ、そしてまた3に戻って1に行って、最終的に3に戻ってこの F の音を弾いて解決します。ベース売れる場合はこの場合は、まあ、ポジションが結構きついので、まあ、思い切りこう押さえてやるしかないと思います。そして E に戻ります。まあ、基本的にこの、まあ、フレーズはですね、どのキーでも対応できるので、まあ、本当に非常にいいフレーズだと思うんですけれども、まあ、特にですね、高いキー A とかですね B を弾いた時に、まあ、音がいいんじゃないかなというふうに今日は感じました。それではですね、今日のレッスンはこのような形になるんですけれども、次のレッスン、第10回目のね、今日のフレーズ、ブルースギター今日のフレーズで皆さんとはお会いしたいと思います。それでは本日は、ご視聴ありがとうございました。